マリオ35スペシャルバトルでも1位目指します。はい、このスペシャルバトルなんですけど、もう最初からコースを選べるわけではないです。もうあの、なんていうんですか、運営が決めたコースをやります。なのでね、あの運営が決めたコースをやるんですけれども、最初にこう、なんていうんですか、コインルーレットっていうんですかね、アイテムルーレットか、アイテムルーレットが1回使えるルールになっていたり、最初からこうスーパーマリオでスタートするとかいうような、そういうルール付けになります。 OK、 OK、 これは使おう、ラッキー。相当きついぞこれ。ファイヤー1回ではなくなったらもう終わりですね。早くこのコースを早く抜け出したい。あー、やっちゃった。惜しむな。ファイヤー来い。ははは。よし、来た。残り15人の猛者たちが。マジかよ、お前。よし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 。お前は分かってた、クッパが来るということを。ここが最大のチャンスです。当たってもいい、当たってもいい、ほんとそう思う。オッケー、アレビラッキー。来てほしい時に来てほしいアイテムが来た。クッパめっちゃ流れとるやん。こんなんありかよ。うわ、クソ、こんなクッパ来ないでしょ普通。オッケー。ビビった、本当にビビった。クッパ量産しすぎだろ、マジで思ったよ。オッケー、マジでエグかった。残り9人、山は越えたぞ。マジで、さっきのが一番の山だった。残り5人、残り時間がえぐいぐらいない。2の1いく。クッパ来てるね。嘘でしょ、おかしい、クッパ来すぎ。うわ、おいや、あー、ダメだ。いや、2回来ないだろうな。
ファイヤー来たと思ったのにな。マジでビビった。オッケー、踏んでね、時間を稼ぐ。オッケー、うっす、1位取れなくてごめんなさい。すいません。僕にチャンスをください。次回必ず1位取ります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。